シングレってもしかして、に対するみんなの反応。シングレってもしかして小栗の輝かしい歴史の裏におつらさを秘めた物語だったりします？なんという名画集、美術館かよ。基本レースの勝者はただ一人、あとみんな敗北者の世界ですから。は？全馬娘が幸福になれる世界を作るんだが、レースに諦めて退学したりしてる生徒がいるんだが、絶対王者だからできる傲慢みたいなもんだから。だからカツラギとギャロップで黒星つけるんですね。なお負けても絶対な模様。万が一小栗が中央で潰れてたらどうするつもりだったのか結構気になる。地方の馬娘が中央で潰れるなんてことはよくあることだから。その場合地方でうまくやっていた馬娘をわざわざ通じない中央に引き抜いた節穴な会長になるな。まあ会長は中央に呼んだことは謝るんじゃない。勝てないのは小栗自身の問題と割り切りそうだけど。半ば無理やり引き剥がしておいて負けてたらお前が弱いのが悪いはもう単なるダブスタなんよ。リアルの競馬もそんなもんやろ。シンボリルドルフのキャラとしての話をしてるんだ。現実的動向は関係ねえ。キャラとしての話で良いんだったら、会長の目にはいずれ必ず中央で活躍する馬娘に移ったってことでこの話はおしまいなんじゃないの？ルドルフの言葉は、そういう君自身が幸せになれない敗者をたくさん生み出してますよねって突っ込み待ちだから。感情としてお辛い描写は多いけど、レースはみんな楽しそうだから。小栗も辛くなるから。やっぱりというかなんというか中高生に経験させることではなくないか？スポーツって割とそういうもんだからな。高校とかだったら何かしらの部活で大会出るだろうし、専門学校みたいなのならこんなもんなんじゃないん？要は超めちゃくちゃマンモス校のアスリート養成コースに入ってる方々なので、これぐらいの必死さは現実でもあるかもしれない。そこまでエリートじゃない場合の熱感がかさ松のあいつらってことだろうし。そもそもルドルフは小栗を引き抜いたものの、いずれは重賞に届けば良いくらいで引き抜いてるから、中央に絶対必要って感じで引き抜いてはないんだよな。ただその割にはなんか入れ込んだ感じで引き抜いてるのがよくわからないが、多分あの頃小栗の実力をきちんと把握してたのはムサカさんだけだと思われる。メンタルに対するダメージがリアルスポーツマンと比べ物にならねえんじゃねえかと思ってるのは俺なんだよね。明らかに人間に比べ馬娘のが肉体の全盛期のピーク短い上にピーク自体にばらつきあるしな。千代の王みたいに本格化期間短いことかは競技生命自体が短いわけだし。育成だとあんなに明るかったバンブーがシングレだと、階層とはいえめちゃくちゃ曇らされてておつらい。ネームドなんて幸せな方だぞ。なんだったら毎日トレセンは定期的に退学者が出ていても不思議じゃない。トレセン学園で退学者を見かけるのは日常茶飯事ってアプリでも描写されるぐらいだからな。強豪校にスポーツ特待で入って鳴かず飛ばずで終わる選手なんて山ほどいるし、別に馬娘が他と比べて特別過酷とも思えん。若い才能がバチバチしてるところは将棋の奨励会に近い環境。一番しっくりきた例えかもしれない。将棋の場合怪我のリスクとかはほぼないけど、生涯に一度しか挑戦できない一年間があるあたり甲子園出場より過酷なんだよな。会長の目指すすべての馬娘を幸せにって、競技引退後のセカンドキャリアも含めた講義のホスピタリティの話だと思ってた。少女たちの熱くも切ない物語なんや。稲荷が言ってたけど、どいつもこいつも皆おぐりおぐりと言いやがる。自分の功績すら目を向けられることないのがだいぶおつらい。おつらくない？でもロードロイヤルちゃんは毎度毎度楽しそうだし。北原への圧力に関しては会長もやりすぎたと思ってちょっと落ち込んでなかったっけ？シングレの八重の無敵を笑顔にしたい。なんでこんな辛い表情ばっかなんですか？八重のは徹底的に曇らせるというシングレ制作陣の意思を感じる。勝った瞬間は幸せになれるか、むしろ小栗が勝ちたかった小栗じゃないと感じて曇るか、勝利後の声で曇るかって感じだしな。小栗と一番付き合いが長くなる裏主人公だからね。多少の苦難は乗り越えてもらう。曇ってる時が美しいんだよな。なんでか知らないけど。せいちゃんちょっとアプリのホーム画面で八重の3目出ますね。
でもこの子割と美味しい役をもらってるのは間違いないのよね。シリアス方面は言わずもがな、コメディ方面でもサンドバッグ破壊したり、序盤から最後の有馬までついてきて、かませやりつつ見せ場もある。ドラゴンボールで言うと天津飯とかそこら辺の枠なのかもしれん。真面目で礼儀正しいのに師匠に出会う前は素行不良でグレていたというのもポイントが高い。八重野もアルダンも千代も三強には勝てないの悲しいなぁ。八重野勝ってるやん。小栗を主役にするとどうしてもラストランで盛り上げる前の落としに力を入れる必要があるし、そうなると八重野の勝った起点って小栗の谷の部分として使いやすすぎるから、勝った八重野にそこまで焦点当たらないんじゃないかと思ってしまう。本当にシングレだけか？アプリでも正直、故障しなかった F 展開を歩む二人と違って一人だけ史実をなぞるルートだから、曇らされ具合がすごい。そうだね、いつか笑顔になれるといいね。レースに勝ったら笑顔になれるもんな。八重千代アルダンは三強と別で友情育んでて尊い。素敵な笑顔じゃないか。メインストーリーやアニメでもそうだけど、結果を追いかけつつしっかりと物語作ってく制作陣の皆さんはすごいなって思う。それはそれとしてスペシャルウィーク主役視点の物語作りやすさは異常だろって思う。シングレでもこういう表情してほしい。上がおかしいだけで、八重千代アルも普通に強者なのに。千代ちゃんは復帰戦でバンブーイなりにボコられてるからな。それでも師範代なら、師範代ならきっと助けてくれる。師範代がいれば八重野は大丈夫。きっと大丈夫。師範代とかいう八重野のメンタルギリギリで支えてる有能。よし、笑顔が見たけりゃお散歩だ。神イベント。なんだかんだ言っても八重野って千代ちゃん側というより普通に小栗側の強者だしな。G1 2勝だからそこらのやつよりよほど強いんすよ。周りがなんかおかしいだけで。シングレの八重ちゃん可愛いから本当を応援してる。それはそれとして史実からは試練を与えられるんだ。曇らせ言うけど空き点でようやく小栗に勝って拍手で迎えられ周囲に認められて、思わず笑顔を見せてしまう無敵が見たいんだろ。八重野も八重野で古い血統で周囲から小馬鹿にされてたのがサツキと天皇賞を取ってるんだから、才能は間違いなくあるんだけどなぁ。今ここ見るとちょうど明暗はっきり分かれてて辛い。八重野はサツキ賞馬なのがまた規格外の主人公に蹂躙され続けるエリートのポジにはまりすぎる。ここの目つきめちゃくちゃ悪くていいよね。他の連中も面玉ギラギラだったしセーフ。どう見ても獣のそれや。この八重ちゃんマジで可愛い。真面目すぎて流せないの可愛い。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。